東京大空襲から明日で78年になるのに合わせ犠牲者の名前を読み上げ追悼する集いが開かれました東京・江東区で開かれた追悼の集いは東京大空襲の遺族らが企画し今年で3回目です 1945年3月10日の空襲ではおよそ10万人が犠牲になったとされていますが民間の被害者は補償の対象外となっていますこの日は名前や年齢がわかる1803人が読み上げられました去年から新たに300人ほどの情報が寄せられ捕虜として収容されていた米軍の B29 爆撃機の搭乗員 六十二人も追加されました。東京大空襲で十万人亡くなりましたっ言われますけどまあ私の家族も含めて一人一人名前があり生活があり家族がいたわけですよね。こう人たちが戦争で被害犠牲になったんだっていうことをなんかふっとした時にね感じていただきたいなと思う。 参加者らは一人一人の命の尊さをかみしめていました。